はい、どうもマイクカラーです。はい、もう2人とかでこういう車の中開けても分かってると思いますが、お分かりでしょうか。か、あ、がやで、が。今回やりたい企画、はい、予告寝起きドッキリ。早いね。早いんですけど、なんでってね。そう、なんでかっていうと、はい、あのチャムが、はい、ジュンジュンのあの例の家に、はい、引っ越しましたですね。で、この間の動画見てもらったら分かるんですけど、ダダ滑りしました。かなり滑ったね、あれね。でしょ？はい。だからもう悔しいと思う、あいつも。うん、悔しがってたしな。だからリベンジさせていけると思って。優しい。うん。やろ。かわいそう。かわいそうな。俺が振ったけど、うん、滑らせて、ごめんって思ってる。優しいよ。はい。だからね、早速ちょっと電話かけていきましょうか、今から行くんで。じゃあ、かけていきます。はい。まあ、リーダーもね、リベンジということで。そうです。頑張ってもらえたらな。うん。出るかな。あ、もしもし。はいはい。あ、もう、わかってるやんな、なんか。何が？え、わからん？事前に電話するってことは？何したい？ちゃんのあのさ、うん、テンション行く。この間あの寝起きドッキリさ、滑って悔しがってたやんか、うん、で、家変わったからリベンジさせていきようと思って。するなぁ。やっぱり新しい家やんか、うん、で、やっぱできることとかも違うわけやん、前と。まあ、そうやな。だからちょっと、あの、マサイロが優しいから、リベンジの機会を、そう。設けてあげるらしい。全然いらんけどな、その優しさ。今から10分後に、家に行きますので。はい。はい。じゃあちょっと、ほんまにリベンジやから、意気込みちゃんと言ってあげて。リベンジいらんねんけど。え？リベンジいらんって。今から10分後に家に行きますので。あ、もうわかるやん。準備しててくださいね。意気込みちゃんと言ってって。言ってじゃん、最後。何言ってんの、意気込みなんか。はい。めっちゃ切れてた。めちゃくちゃ怒ってましたけど。まあ10分後、まあちょっと飯でも食って待ちましょうか。そうやな。はい。ゆっくりしていきましょう。では、早速行ってみましょう。はい。ということで、はい。到着しました。はい。リベンジということで、こいちっちゃ。こいちっちゃいの。予告やから。まあリベンジということで、はい。ちょっと早速ね、入っていきたいと思います。お願いします。はい。じゃあ、行きます。はい。2回もあるんでね、今回は。ですね。邪魔しまーす。邪魔しまーす。よしですよ。出てます。出てます。ちょっとじゃあ、リビングの方から、はい、見ていきますね。お願いします。ベッドにはいないですよ。いないですよね。え、ちょっと確認しようかもしれません。お願いしますね。あ、いない。おらへん。ベッドではないということですね。なんか水の音聞こえるんですけど。ちょっと。え、なんか水の音聞こえますね。なんか水の音聞こえますね。あ、洗濯機の水ですかね。あ、なるほど。洗濯機の多分この水が。あ、はいはいはい。あ、じゃあさっきまで何か建てることですか。洗濯を回しはったんですかね。ねえ、これでも寝てるはずなんです。ちょっとトイレ見てみますね。いないですね。はい。ちょっとじゃあ奥の方、はい、ちょっと見てきます。あ、いないですよ。いないですね、奥の方。あれ、まさかの不在ですか。
あ、2階ですか。あ、そっか、2階か。2階が増えたから。そっかそっか、2階に、ちょっと2階行きましょうか。あ、でも一応こたつの中ちょっと見てきますね。こたつの中ちょっと見てきます。まあ、いないと思いますけど。あ、いないです、いないです、ね、はい。でもこたつもついてますね。つけっぱなしやな。朝まで編集してたんですか。洗濯も回してるし、こたつもつけっぱなしやし、はい、おー、びっくりした。あ、こたつも上から出てきたっていうことだもん。さあ、2階に上がります。2階行きますね、はい、この急な階段これね、焦げて危ないですから、手すりちゃんとあります。あ、わかりました、はい、あ、ちょっと待ってください、なんか、え、なんだこれ。今は起こさないで。あ、ちょっと待ってください、どういうことでしょうか。どういうことこれ。ちょっと中で確認しましょうか。起こしてほしくないということですかね。見つけても、じゃあしばらく、あんまり、じゃあこの辺にいるということで、静かにちょっと行きます。あ、荒れてますね、めちゃくちゃ。すごいこの家、なんちゅう、荒れてますよ。あ、ちょっとすいません、あのちょっとすいません、あのちょっと、なんか足がなんかあれ、すごい段ボールがいっぱい。だ、なんかもうこの雰囲気と相まって、もうこれもうなんか寝てるというか、どういう状況なんですかねこれ。殺害現場、掃除機がちょっとあれ、真綿の方に伸びてます。ちょっとじゃあ開けます。起こしていいんだな、大丈夫、怒らへんかな。一応じゃあちょっと撮ってみます。はい、ちょっと怖いですけど、いきます、お願いします。野球を見ながら、カットバス、ははは、カットバスだったらいいかな。あ、寝てる、まだ寝てる、寝てます、寝てます、寝てます。そこはストレートでアウトコースにビシヤ。やばい、寝てるし、なんか、あ、チャルさん、チャルさん、チャルさん、あ、すいません、寝起きドッキリです。あ、予告寝起きドッキリです。あ、貼ってなかった今。お子さんどいてって書いてなかった。すいません、書いてたんですけど、ちょっと寝起きドッキリなんで、こっちもカメラ回してるんで。全部見られた？ちょっとこれ、ちょっと出せんの？動画で出せるこれ。あの、おかしい。ほとんど殺害現場。あ、これ状況が刺さってたんです。一つ一つちょっと整理していかないと。ごめんなさい、恥ずかしい。恥ずかしい。なんかこんななんですか。ここでしか寝れなくて。掃除機がないと寝れなくて。お疲れですね、うん、なんかちょっと泣いてませんか、うん、ちょっと泣いてます。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、バレたちょっと待って、これは面白かったです。ちょっと面白いですね、正直。バレた、バレた、バレたって言ってもまだバレた言っても恥ずかしそう。何これ。いや、ちょっとこれ面白かったですね、正直。これ面白かったですよ。どうですか、これは。もうあの見つけた瞬間から面白かったです。面白かったですね、はい。っていうことは罰金回避ですか。だよね。僕ら2人罰金します。お願いします。これ皆さん見てもらってもね、多分面白かったと思う。これはあのよくこの現場をね、あ、フルに活用した寝方だと思います。これはここしかなかったよね。ここしかなかったです。2階だと思ってましたですね。ここよね、はい。ということで、今回チャンのリベンジ成功ということで、はい、はい、私、新一正宏、はい、500円ずつ罰金ということで。そうですね、ドッキリなんで、はい、はい、というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくね。